毎度ありがとうございます。山里ふみです。今回もバージョン 1.1 アップデートで追加された新しい隠し宝箱の場所を紹介していきたいと思います。今回の動画でパート2となるので、パート1のご視聴がまだという方はどうぞそちらもご覧ください。では早速紹介に入ります。バージョン 1.1 で追加された新しい場所。黄金屋ですね。この場所にチェストが3つありますので紹介していきます。ではまずは向かって正面。門の方に向かっていきますと、一つ宝箱が。はい、この隅の方に一つあります。普通の宝箱です。取っていきましょう。あと二つ、こちらですね。この黄金屋の屋根の上に二つあります。正面からだと登れないので、ちょっと回り道をして登っていきます。はい、裏の方に普通の宝箱が一つあります。そしてこのほぼ真上ですね。はい、こちらに精巧な宝箱が一つあります。はい、黄金屋の宝箱は以上の3つです。では続いて天光山でいいのかな、リーウェイの近くの山付近にあります。ワープポイントはこちらから行った方がスムーズかと思いますので、ここからスタートです。では北東方向にずずいと進んでいきます。はい、ここからちょっと場所が分かりづらいんですけど、右手側にある遺跡のあの壁の隙間が目印ですね。この隙間に入ってください。で、隙間に入って右手側に行くと、屋根上のようなところにすごく分かりづらく普通の宝箱が一つあります。はい、場所はここですね。はい、では次のポイントです。次はこちら浜の近くのワープポイントからスタートです。ここから北にまっすぐ進んでください。はい、ここですね。茨に囲まれた宝箱があるので、非元素で燃やしてあげましょう。濃厚すぎる。はい、場所はここになりますね。はい、以上5箇所の宝箱紹介でした。ご視聴ありがとうございました。